埼玉市桜区の横包み荒川横包みは埼玉県の荒川周辺にある治水構造物である。1910年8月に起きた明治43年の大水害や1913年から1914年の水害を機に抜本的な治水計画を樹立する。計画は荒川の上流部と下流部に分けられ、下流部では明治44年に 荒川放水路事業に着手、上流部の改修は下流部の進捗を見ながら対象の7年に着手された。上流部では、低水路の屈曲を強制して通水力を増大し、定外に設けられた横包みと広い河川実機により、湧水機能を高めるとともに農地を保護し、下流への流量調節に努めることが定められた。横包みの特徴として、 本体に対して、横方向に築かれた堤防であることが挙げられる。横方向に築かれた堤防は、かつて旧、熊谷堤に存在した、万平田しがある。万平田しが築かれた当時は、関東流の堤防であり、増水時には、対岸の堤防結界を引き起こし紛争のためであった。奇襲流を取り入れ広い河川敷を設けることにより、湯水機能と流量調節がある。 横方向に築かれた堤防こそが横包みであり、荒川独特の治水施設である。そのため2008年度土木学会戦争土木遺産に選定された。またかつての入間川合流点以下の定外地には雑木林があり、その雑木林が水害防備林の役割を担っていた。その雑木林は疎通を妨げ、大流に大きな効果を示していた。 この雑木林があることにより、堤防が決壊しづらくなり、横ひさげの原型になったと考えられている。27本の横包みが建設され、2017年現在25本の横包みが存続されている。海平橋より上流側は右岸側に造成され、それより下流側は主に左岸側に造成されている。横包みの位置は、 交通用路である県道と一致させたため、橋梁の接続部分となっている横包みも少なくない。上流側より、記載右岸、北吉見横包み、ぬかた橋取り付。け。右岸、東吉見第二横包み、おなり橋取り付。け。右岸、東吉見第一横包、み右岸、八穂、第二横包、み右岸、八穂第一横包み、太郎絵門橋取り付。け。右岸、 出丸第三横包み右岸、出丸第二横包み、ひずめ橋へのアクセス道路、右岸、出丸第一横包み右岸、植木第二横包み右岸、植木第一横包み、海兵橋取り付け、左岸、差潮沖第二横包み左岸、差潮沖第一横包み左岸、馬宮、第三横包み川越線荒川橋を両取り付け、左岸、馬宮、第二横包み左岸、馬宮。 1> 第1横包み、四水橋取り付。け。左岸、食水、横包み左岸、大久保第3横包みかつてこの位置には、水害防備林があった。左岸、大久保第2横包み左岸、大久保第1横包み羽倉橋取り付。け。右岸、南畑横包み羽倉橋取り付。け。左岸、度合い第2横包み右岸、宗岡第2横包み左岸。 同愛第一横包み秋ヶ瀬橋取付。左岸、ビタニ第三横包み左岸、ビタニ第二横包み。ありがとうございます。